お世話になっております。クーパンマーケットプレイスです。本日はクーパンで売上拡大のために欠かせない広告についてご説明いたします。ではまず本日の流れについてご説明いたします。最初にクーパンで広告が大事な理由について簡単にご説明いたします。そして様々な広告ソリューションの中で 売上拡大に直結する商品広告をご紹介させていただきます。最後に現在クーパンで実施中のキャンペーンをご紹介いたします。それでは、広告が大事な理由についてまずご説明させてください。広告についてよく伺うご質問として、 なんで広告をしなければいけないのかという本質的なご質問をよく伺います。結論から申しますと、大きく次の4つのメリットがあります。まず、商品の露出を確保できます。検索結果ページの上段や購入という行為が起こりうる様々な紙面に商品を露出できます。露出を確保できるので、自然にトラフィックも確保できるようになります。 そして、広告は不特定多数ではなく、購入確率が高いと見込まれるお客様を特定して流されるので、より効果的に販売を促進できます。また、ブランド広告を実施する場合は、ブランドの認知度向上にも役立つことができます。なぜこのようなメリットがあるかと言いますと、 えー、まずはクーパンというプラットフォームの特徴について少し説明がいるかと思います。クーパンは韓国人の2人に1人は使っているサービスであり、またクーパンのお客様の中で3分の2のお客様は検索から商品を購入されています。つまり、すでに何か特定の欲しいものがあってクーパンに訪れる方が多いとも言えます。 ですので、クーパンとしてはお客様が欲しいと思っているもの、また趣味思考に合いそうなものを露出することが重要であり、実際そのサポートをさせていただいております。そしてそのサポート方法の一つが広告になります。実際クーパンで広告キャンペーンを実施した販売者様たちの売り上げは、以前に比べ約2.5倍、 売上が伸びたというデータがありました。えー、ぜひご参考ください。クーパンでは、認知、考慮、意思決定という購入までのそれぞれのフェーズに合わせた広告ソリューションをご用意しております。ぜひ、販売者様の目的に合わさったいろんな広告をお試しください。 それでは次に商品広告についてご紹介いたします。商品広告は購入意思を持って商品をご覧になられているお客様に最適の商品を露出し購入につなげる広告を指します。商品広告は購入が起こりうる様々な紙面に商品を露出します。 例えば、検索結果ページ、商品詳細ページ、クーパンメインページなどに露出されます。先ほどクーパンユーザーの2人に1人は検索から購入につながっていると申しましたが、多くのお客様が着地するこの検索結果ページに、お客様が検索したキーワードをもとに商品が露出されるようになります。また、 特定の商品ページにアクセスした場合も、おすすめ商品として類似商品が現れます。メインページにもお客様のご利用データをもとに商品が露出されるようになっております。他にもカテゴリーページ、買い物カゴページ、注文完了ページなど、えー、様々なページに露出されるようになっております。 広告費が高くてお悩みの販売者様も多いかと思いますがえ、クーパンの商品広告はリーズナブルなコストでお試しいただけます。広告費は露出回数ではなく、お客様が広告をクリックした場合のみ課金されます。クリックごとの単価は100オンから入札できます。日本円だと通常10円ですね。 また、落札された場合は、落札された単価より低い単価で最終クリック単価が決まる、あの、セカンドプライス入札を採用しております。セカンドプライス入札は、例えば、セラ A が1000ウォン、セラ B が500ウォンで入札をした場合、落札自体は単価が高いセラ A に決まりますが、セラ A に課されるクリック単価自体は、 2番目に高いセラビーの500ウォンより10ウォン高い510ウォンに決まることを指します。購入可能性が高いユーザーをターゲットにする商品広告をかけてみましょう。広告に慣れていない方は AI を使って簡単な運用ができ、広告に詳しい方は 詳細をご自身で設定し、効率よく売上拡大を期待できます。商品広告にもいろんな種類がございまして、システムが自動で運用してくれる AI スマート広告や売上最適化広告、入札するキーワードや入札単価などを広告主様が直接ハンドリングする 手動成果型広告。入店したばかりの販売者様向けのセールズス,スタート広告がございます。今日は AI スマート広告と売上最適化広告にフォーカスしたいと思います。AI スマート広告は多くのお客様が今探している商品を AI が選んで宣伝する広告になります。 よく販売者様より、広告を回したいけど人手が足りない。広告をしようと思ったら、どの商品がいいか迷ってしまう。広告のタイミングがよくわからないなどのお悩みをよく伺います。このようなお悩みを持っていらっしゃる方々に、AI スマート広告をお勧めします。 クーパンには約2000万人のお客様が日常的に訪れます。商品の売上を上げるためには2000万人のお客様がそれぞれ欲しがる商品を適切なタイミングで披露することが大事です。既存の商品広告は販売者様が選んだ商品の中で広告のパフォーマンスを予測し露出を行っていたので お客様を欲しがっている商品がもし選ばれていない場合、露出のチャンスを見逃してしまう場面が頻繁にありました。AI スマート広告はこのようなセールズチャンスを見逃さないように消費者が欲しがっている製品を自動で見つけ、露出する売上の成長に適した広告です。 AI スマート広告のロジックについて少しご説明をさせていただきます。えー、まず AI は商品広告の成果を予測し、予測した成果をもとに広告を運用します。そして成果に基づき各商品ごとに予算の振り分けを調整していきます。販売好調で集中広告が必要と判断した商品は予算を増やし、 成果が見込めないものは除外していきます。販売成果はリアルタイムで随時アップデートされます。販売不審商品の販売を促すために、クーパンでは割引クーポン自動適用という機能がございます。AI が販売不審の恐れがある商品を自動でピックアップし、クーポンを割り当てます。 クーポン費用は100%クーパンで負担します。例えば2万ウォンの商品が販売がうまくいっていない場合、AI がその商品を見つけ出し、注文が増えるだろうと予測される割引率を計算し、クーポンを発行します。お客様には割引かれたお値段で商品を購入していただき、 広告主様には既存の販売価格でご生産される仕組みとなっております。ぜひ AI スマート広告を設定する際にこちらの機能をオンにしてみてください。次に売り上げ最適化広告についてご説明いたします。 売上最適化広告は収益を優先されたい販売者様におすすめの広告です。キーワードや入札単価などは入力不要です。目標収益率、つまりロアスを入力するだけでキャンペーンを実施することができます。キャンペーンを実施するとクーパンのアルゴリズムにより広告が自動で最適化され効率的な広告の運用と 売上拡大が期待できます。売上最適化広告にはいろんなサポート機能がついています。売上拡大が期待できる適正水準の広告収益率を推奨する推奨ロアス機能。高い購入転換率が予想される商品をハイライトする広告効率アップのマーク。 広告運用に必要な十分な商品が登録されたかを表す商品効率指数バー。キャンペーンの効率を高めるために、すでに他のキャンペーンに登録された商品をハイライトする重複広告中のマーク。手動成果型広告を売上最適化広告に簡単に切り替えられるコピー機能など。 様々な機能で簡単なキャンペーン設定をサポートしております。売上最適化広告を効果的に運用するためには、次の4つの条件を極力満たしていただくことをお勧めします。まず、1日あたりの予算は3万ウォン以上に設定してください。 予算不足でキャンペーンが中止になったり、ピークタイム露出を見逃してしまわないように、キャンペーンごとに最低3万ウォン以上の予算設定をお勧めします。そして、商品効率指数が上がれば上がるほど、高い広告効果が期待できますので、極力推奨基準を満たしてください。また、 キャンペーンごとに商品が重複されないようにご留意ください。最後に適切な広告収益率をご入力ください。設定された予算と商品に合わせて推奨される広告収益率に従うことをお勧めします。推奨広告収益率がない場合は保守的に設定して広告を始めてください。 売上最適化広告は、えー、名前通り最適化の期間が必要です。およそ7日から14日の期間が必要となりますので、広告期間をこれより長く設定してください。最後に、クーパン場外広告をご紹介します。クーパンの AI スマート広告と、 売上最適化広告を設定する際に、場外広告を追加設定できるようになっております。検索ポータル、SNS などに広告を掲載することができます。場外広告もクーパンの顧客データを活用してターゲティングしてまいります。また、費用はクリックされた場合のみ20ウォン課金されます。 最初から外部へ掲載されるわけではなく、クーパン内で最適化を行ってから顧客範囲を広げていくので、効率よく広告を運用できます。広告を設定する際にぜひ場外広告機能も活性化してみてください。 最後に新規広告主様向けのキャンペーンをご紹介します。現在、クーパンでは新規広告主様に初回の商品広告限定で5万ウォンの割引キャンペーンを実施しています。画面の QR コードからアクセスしてキャンペーンにエントリーしてください。商品広告費の割引を受け取るためには 三つの条件がございます。商品広告を今まで実施したことがない方のみ参加できます。また、商品広告設定の際に終了時期を未定にしてください。こちらは設定値の話でして、キャンペーンの終了自体はいつでもできるようになっております。最後に設定した商品広告を7日以上実施してください。 キャンペーンや広告についてご不明な点などあられる方は、画面のクーパン、アンダーバー、アッツ、アットマーク、クーパンドットコムへお問い合わせをお願いいたします。本日のウェビナーは以上となります。ご参加いただき誠にありがとうございました。